東宮御所は日本における皇太子の御所。皇太子が東宮とも称されることから交渉される。平成31年4月30日までの東宮御所は東京都港区元赤坂の赤坂御用地内に当時の皇太子、成人親王とその家族の住居である御所として所在した。しかし、令和元年5月1日に皇太子、成人親王が 第126代天皇に即位した後も、東京都千代田区千代田の皇居内の正式な御所に移転するまでは同所に引き続き居住するため、この東宮御所は、第126代天皇の御所となり、赤坂御所と改称された。なお、第126代天皇特人には、皇位継承権を有する御子たる皇太子がいないため、東宮御所は存在しないものとなった。東宮とは、 東宮から見て東方に位置する宮であり、東は五行節で春に相当するため、東宮とも記され、駅では長子を意味する、神経にあたることから、皇太子の居所とされた。さらに、皇太子の火星機関として、律令で、東宮坊が定められていた。食現象、術界によると東宮は五座将、東宮は感謝を呼んだもので、当に皇太子付きの左神棒。 右春坊という役所があったためそれに習って、東宮坊と呼んだ者が、後に混用されて、皇太子自身を、東宮とも東宮とも言うようになり、居所としての東宮は、東宮御所と呼ばれるようになった。東宮御所には古くは、大理内の商用者を当てていたが、鎌倉時代以後は小御所で儀式を行うのが、慣例であった。東京天灯後は、天皇の御所とは別の場所に、 東宮御所が当てられるようになった。もともとは御領地などとともに、皇室財産であった、東宮御所であるが、第二次世界大戦敗戦と日本国憲法の施行後には、日本国政府の所有に移され、あくまで国有財産たる皇室用財産として、皇室のように強制られている。天皇大意特例法に基づき、2019年4月30日に、 第125代天皇、秋人が大使上皇となり、翌5月1日に皇太子、成人親皇が、第126代天皇に即位したことに、伴い皇太子が空位となった。これ以降、東宮御所は、少なくとも、皇子となった、秋篠宮文人親皇が即位するまでは、存在しない予定である。実質的な東宮御所の機能は、皇子となった、文人親皇。 皇子妃となった、同妃、典子、長女の真子内親王、次女の過去内親王、長男の久人親王の邸宅である、秋篠宮邸と赤坂東邸を事実上一体として担わせる方針である。2019年4月30日まで使用された、東宮御所は、同年5月1日以降は、近城天皇の御所としての赤坂御所と称され、年内に、 近所天皇が皇居内の御所へ正式に撤去した後、入れ替わるように、上皇明人が赤坂御所に撤去し、仙洞御所と改称されて使用される予定である。仙洞御所の整備が終わるまでは、高縄皇族邸を上皇明人のご家具とする予定である。平安京内らずなしつぼとあるのが、代理の東宮御所平安京では、もともとは、代理の東にある宮尾院が、 東宮御所とされていたが、十世紀初めより、大理内に居住するようになった。とりわけ、商業者が東宮御所に用いられることが多かった。天那三年に皇太子となった朝、ひとし新能は、上京三年に天皇の御所とは別に、東宮御所を構えた。それは、現在の京都御苑内の京都戦洞御所の地に、ほぼ該当する。京都御所の小御所以後、 東宮の独立した御所は置かれずお花御殿などに詰まった。また、東宮の儀式は小御所で行われ、商用社大と呼ばれた。元赤坂旧東宮御所明治期の皇太子であった、明宮義人親王の東宮御所として、旧紀州徳川や中屋敷の敷地に建設される。現在の東宮御所と区別するため、旧東宮御所とも呼ばれる。 建設は1899年に始まり、10年後の1909年に完成する。建物はネオバロック様式で、片山東熊が設計し、日本最初の宮殿建築となった。この時の建物は、現在も残り、迎賓館として用いられている。吉人親王の天皇即位後は、離宮となった。高縄東愚五章も門大正期に皇太子であった。 道宮広人親王は港区の高輪御殿を東宮御所とし、結婚後は赤坂離宮に移った。高輪東宮御所は後に高松宮邸を経て、現在は高輪皇族邸となっており、将来は先頭御所の御家宮を経て、従来赤坂東邸が担っている皇族の共用邸宅とされる方針が予定されている。御所の表門は、 東京国立博物館敷地内に移築され、現存する。道の宮広人親王は結婚後に、青山御所に移り住み東宮御所とした。皇太子、秋人親王の御所として、定名皇后の大宮御所の跡地に建設され、総工費2億2300万円で、1960年4月に、竣工した。2015年時点では、72平ある。 谷口義郎の設計による、鉄筋コンクリート地上を2階、地下1階だけで、小座所棟とジ務棟に分かれる。小座所は、実月の間、日の木の間、鶴玉、もみじの間、黒柿の間、黒林の間、塩地の間などがあり、小座所はさらに標高室と奥地室に分かれる。小座所棟とジ務棟は渡り、廊下でつながれており、 事務棟1階と事務室2階がある。1989年1月7日、昭和天皇が崩御し、皇太子、秋人新王が戦争するが、その後も当地に住み続けたため、御所とされ、1993年12月に、吹上御苑内の皇居半蔵門近くに新築された御所に、天皇、 皇后と、のりのみや清古内親王が転居した後は後退し、なる人親王の御所となった。改修工事1978年9月、御子女,女の成長に伴い東軍御所造築工事が行われた。総工費2億2000万円で、1977年7月に着工した。支室棟の東側に、平屋建て一部二階建てにされ、御子室、進行室、和室、 職員室、難度などが新たに建築された。1993年5月から1994年7月まで、大和田雅子の受代に伴い、日本庭園の建設と洋風内装の工事を施す。着工費は3億800万円。さらに、1997年にはバリアフリー化、公室棟回収のため、回収工事が行われた。 着工費は5億8000万円。2001年8月、交代史費、政子の解任に伴い、子供部屋関係改修工事が行われた。元住人の乗りノみや清子内親能の部屋を耐熱性のあるコルクタイルに変えられ、壁にはリノリウムが使用され、天井、壁ともクリーム色に塗り替えられた。また、部屋を仕切って看護婦控え室も新たに製作され、 空調施設も取り替えられ、看護婦が待機できる部屋も隣に併設された。総工費は約3000万円。部分的な改修工事は行われてきたが、実質的に東宮御所は、竣工より50年近く経過しており、建物の老朽化が著しくなった。このため、2008年8月より1年間、支出と事務旨の配管の交換や、 内装の張り替えなどの改修工事が行われた。合わせて2009年5月、ジム棟の屋根に太陽光発電用のソーラーパネルを設置し、トイレに LED 照明を設置するなどのエコロジーを考慮した改修も行われた。総工費は約10億円。この工事期間中、皇太子一家は赤坂東邸を東宮仮御所とした。 2019年5月1日区内庁告示第1号。平成6年区内庁告示第8号を廃止する件、ウィキソース。a b 2 0 1 9年5月1日内閣告示。第3号。天皇皇后両陛下の御在所が定められた件、東宮御所。宮帝区内庁のウェブサイト。2012年4月2日。閲覧。官食要会、和田秀松皇室関連施設区内庁。 ウェブサイト、平成24年4月2日閲覧、ABC 天皇陛下のご退位に伴う、お住居の移転等について、宮内庁2017年12月18日、ありがとうございます。